シャドル総帥ベガは組織の衛星によって発見された隕石の中にサイコパワーをも跳ね返す奇妙な物体があるという報告を受けた。興味を持ったベガは隕石を追跡させ、その物体が箱であることを知るが、やがて箱の持つ力はそれだけではないことが明らかになっていく。どんな力でも破壊できず、一方で大きな力を生物に与える箱か。無限の可能性を持つ箱に群がる邪魔者たちを排除し、かつ誰よりも早く箱の持つ力を手に入れるため、ベガは自ら現地へと向かうことを決意する。そのパートナーとなることを要請されたのは、かつてベガに両親と片目を奪われた女、ジュリだった。いいぜ、付き合ってやんよ。ジュリは過去のことになど一言も言及せず、ただ面白そうだからとそれを了承した。ただし私のやり方だけ。必要なものは全て手に入れる。どんな手段を使ってもな。